写真拡大。全2枚。2年目のヤクルト村上宗隆内野手19が18日、侍ジャパンに初選出された。代表メンバーの中では日本ハム清宮と並び、最年少での選出となった。大変光栄に思います。若さを前面に出して、稲葉監督の力になれればと思います。初めて侍ジャパンのユニフォームに袖を通す左の大砲が意気込んだ。村上が守る三塁は、侍ジャパンの中で手薄なポジション。今回のメンバーでは巨人、岡本、阪神、大山ら若いメンバーで天一を争う。2試合とチャンスは限られているが、結果次第では2020年東京五輪も見えてくる。1年目の昨季はプロ初打席で初本塁打を記録するなど、長打力が魅力のスラッガーは、清宮とクリーンアップに座る可能性もある。昨年7月のフレッシュ救援以来のチームメイトに対し、お互いに刺激にしていきたい。年下2人で元気を出して頑張りたいと共闘を呼びかけた。村上はヤクルトでレギュラーを取ることが目標と前置きしながらも、東京五輪出場について、そこには魅力を感じますと意欲を燃やした。日本球界の未来を担うスラッガーたちが国際舞台で暴れ回る。横山久志森、ヤクルト原、侍ジャパンのユニフォームに袖を通すのは学生時代もなく初めてのことで、今から身の引き締まる思い。若手中心とはいえ、ユニフォームに恥じないよう一球一球全力で挑みたい。ヤクルト梅野、今までやってきたことをマウンドで強く表現できるように全力投球する。村上、宗隆、村上宗隆、熊本県出身、九州学院校では1年夏の甲子園に出場。高校通算52本塁打。18年ドラフト1位でヤクルトに入団し、捕手から内野手に転向した。昨季はプロ初打席で本塁打を放つなど、6試合に出場した。188センチ、97キロ。右投げ、左打ち。独身、